今日の水戸黄門様はお二人いらっしゃっております。最初に衆議院議員の船田はじめ先生、そして元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。どうも高橋真也です。今日はですね、久しぶりに林相談役の前に二日酔いの、ウコンが置いてあります。なんか飲む前に飲まないとみたいなこともね、おっしゃってましたけど、実は昨日ですね、相談役と金高長官と、家計門さんと、で、京都の、私の大好きな中市っていう、ここいいんですよ。和食食べた後好きなおしあのお寿司を握ってくれるね、いいお店なんです、中市って、で長い付き合い で和歌がね、また面白い人でね、でそこでですね、ワイワイガヤガヤじゃなしに、おとなしく飲んでたんですから、新藤さんはいらっしゃらなかった。もちろんおられましたよ。おとなしかったんです。おとなしくされてたんです、珍しく。やっぱりね、最後の方寝てました。本当に珍しくね、それがみんなでホテル帰ったらね、いつも最後の方までね、参加して、うわー言うてる金高長官がね、今日は寝ますわ言うてさっさとね部屋に行ってましたね。いやもうそれはね、あの長官も東京からですから、いやところが、まだ飲んでた人おりました、ね、そんな元気な人が総大役もうなんかひょうひょうとされてますよ。いやもう家計もさんも、もう長官も早うに部屋入って寝てんのに、そらもうパワーが違う。パワーが違います、ね、もうびっくりしますよ。たったビール一缶しかないんですよ。分け前が最後ね、そこにね、船田さんがおったらもっと面白かったと、船田さんってね、いい酒の酔い方しはんの。いやそんなことないです。あのね、ポント町でね、あの床がある時にね、古い話馴染みのね、私の馴染みの座敷でね、ああ船田さんはええ酔い方しはるな思って、ほんでね、その前がすごいね、夕方待ち合わせしたんですよ、そしたらね、もうあたり暗くなってるわけですよ。ポント町の通りですよ、ね、その頃割とちょっとある週刊誌とかに追っかけられてた時期でね、ほんならポント町の細いところ、人いっぱい通ってるわけですよ。そうですね、ね、ほんで当然暗いわけですよ、もう夜やから、なぜかね、一人だけね、サングラスかけて歩いてる人いるんで誰かな思ったら船田さんに、そういう夜の街を時もあったですね。だけどね、相当昔ですが、あの真っ暗なとこでサングラスかけててね、余計目立つ思い自分ではわからないんですでもまあ写真撮られても俺じゃないって言えるんじゃないですか。いやそれで余計わかんのんちゃう余計ちょっと変ですね。そうほんで座敷上がったらね、僕ね、あ偉いなと思った。なんでやったら、お上がね、あいらっしゃいませみたいな感じで挨拶したらね、なんて言うた思います。なんとしちゃったんですか。ちゃんと覚えてない。フルネームで挨拶、フルネームで船田はじめです。お坊ちゃまでございますか。お育ちの良さやね、やっぱりね。例えば、あの相談役やったらね、お林っていう感じや思うけど、船田はじめです。あでも同じ高校なんですか。そうですか。ほらちょっと待って、この切り口のうまい、宇都宮でいらっしゃるんですか。そうなの。要は最後ね、はっきり言うけど、相談役とね、船田さんってね、スタートは違うね。スタートが、あの要は完全に綺麗なボンボンコースを歩んだんが、
そうです、ね、船さん、はい、いやいやいや付属から行ってるから、いやいや、うんうんうん、そんなことね、完全にあの宇都宮のボンボンコース、そう、あのもう小学校から税金で勉強して来られたんだからほんでね、宇都宮も公立で税金で生きて大学は私学ですか大学私学いや違う、そっからですから大学はね、うん、慶応、結構長いこと行って、はい、長いこと、うん、8年行ってたそう、ほんでお金使いすぎた言うて、そうですね、これやっぱ国からまたもらわないか、ほんで国会出てねまた国の金で皆様の税金で生きております皆様のしもべでございますカットしないといけないじゃないですかいやいやいや、さあ今日はハード、はい、なんでかって言うたらこれ日本撮りでしょ、ほんであと長官と家計門さんでしょ、ほんであと朝日の有名な政治部の記者の今西さんと、はいはい、MX テレビの社長をしてた中川さん、うん、この方も大臣秘書官とかして政治畑で、うん、そうですね、で全部フル出場やから、ちょっとはめられた、はめられたん違います何も聞いてなかったんですよそうあのね聞いたらね、はい、高橋さんしんどいから来えへん言うたら、はい、あかんでしょ、うん、やっぱりね国民のしもべべき立場の人はね他の人よりしんどい目してもらう、もう人使い荒いですからもうしょうがないそう、あ私若い頃からね人使いの荒い高橋さんでね有名やって、あそうなんですね、そうなんで人づか荒いかしてる、いや自分が楽したいから、なるほど、ね、今日はお二人にもたくさん喋っていただきたい、それ自分に優しく相手に厳しくいのうちの先祖からのモットーやから、うちはもっと、はい、遺伝的にも体に染み込んだなるほどだからそれは今日のお二人の入り口やからね、もう相談役と船田さんがこのシリーズが下手な喋りやったら、はい、もう後の人はやりにくい、はい、そうですね、はい、温めていただくお二人ということで、はい、それではあのそろそろ、はい、あの新内二人に話していただいて、ちょっとその前にあのもう一人の前座の、はい、新藤さんの声聞かれ、新藤さんもいや今日はほんまにねあのお二人入るから、もうずっと喋らんでいいラッキーよで甘い何のため来たかなと思って甘いね、鬼の神道言われてる人間が仏になろう、ね、無理無理無理船田さんもともと相談役が先輩やいうのは何年ぐらい前に分かったんですか、はい、何年前でしょうね、15、6年前、もっと前、20年ぐらい前、そう、ね、ですね、そんな思い起こすようなそれはタイミングってないですよね、というのはどちらかが言うたんですか、私後輩やねん、俺先輩やねんっていう感じ、多分ね、先生の会、はい、勉強会、勉強会行った時に自己紹介で申し上げたんだと思うんですよ、私の方からね、先生から言うわけ、その前があって、あの私じゃない人を応援してたの、わかるわわかるわ、すごい、いや生々しい、そう、林さん、林総代、そんな人やから林先輩がこちらに顔を向いてもらおうと思ってなるほどアプローチしたんですよ、私が、はあ、そのアプローチが間違い、ぜひ私のことも応援してくださいってほんで応援してくれました、だんだんこっち来てくれた、はい、あ、そうですか、そういう時がありました、なるほど、はい、応援した記憶あります、別な人別な人っていうか、いろんな人を応援してまあ、いろいろしがらみがね、いや、ていうかもう勝手なんぼですから、やっぱり当選しそうな人を応援する、あ、そう、これが大原則じゃないですか、しそうもない人をね応援しても、なんかなるほど、企業の人間としてはちょっとメリットないなと、すごい、ま、あの損得感情が、そう、ドライに、だんだん目にかなってきたので、なるほど、よかったと思っておりますやっぱり出身地だからね、ちょっとそこは変わっていきますよね、なるほどね、はい、で学校もね同じですからね、そうそう、大先輩です、学校同じ人がいるんですよね、他の候補者も、あ、そんなにもそうだややこしい、いや、そうあの枝野もそうですよね、枝野もそうです、あ、そうなんですか、はい、ね、そう、立憲民主の、そうですか、あの人はね埼玉だからあんまり
関係ないですね。ちょっと同じね、あの選挙区ではないので。そうですね。高校は先輩、先輩子、私ともうちょっと先輩の2人が中選挙区時代、2人が同じ選挙区にいたわけ。なるほど、なるほど。ですから枝野さんは3番目ですから、なるほど、ここから出てもダメだと、なるほど、なるほど、思われて、それで埼玉行っちゃった。あ、枝野さんはもうでも船先生がいるからもう絶対ダメだ。そりゃそうですね、そりゃそうです、ね、これはもうはっきりしてます。なるほど、なるほど。とにかく選挙強いですからね。いやいやいや、もう2回負けてますから。あの深掘り専用にしましょう。いや今日はなんか過去を暴き出そうというのはね、2回負けたんですか、なんでっていうふうになるのは、私はもう12回当選されてますから、そう、そのなんでって聞く人に対してものすごくね、もう絆創膏を口で貼ろうかと思うぐらい。いやいいです、いいです。中には聞く人おるんですよ。1回目は自分の責任、なるほど、2回目は人の責任、なるほど、人の責任。正直に言うけれども、全部本人の責任は思うけど。いやいやいや、あ、すいません。最後ね、うん、そのそういうこと笑って言えるね、うん、本当お腹の大きい人なんですよ。ところがね、世間っていうのはね、船田さんっていうのの本質わからない、うん、というのはあのラジオで何回も出てはるから、もうみんなね、こう周りの人は分かってるわけですよ、聞いてる人は、うん、船田さんって面白い、ものすごくウィットのある人やなって、だけどほとんどの人は船田さんはおとなしいて、自分の部分はあまり言わない、堅物だ、そうそう、そういう感じで、だけど全く船田さんは逆ない、しかしね、真面目でものすごくいい人に見えて、面白い人に見えて、そやけどめっちゃくちゃ怖って柄悪い人が先輩で今日来てありますけど、もう大変暴力的な人、暴力的、すごく評価高いですね。いや高いじゃん。もうあのちゃんとね、院の成績で言うたら、A のプラスプラスぐらいしてますんで、大変なんですよ。格付けとしてはかなり上、そうそうそう、上。何の格付け？柄悪い格付け。今日は僕助かりますから。そうですね。いや、柄悪い同士やから。最後ね、相談役も船田さんもね、仕事においてはね、やっぱりね、はい、本当にね、一途ですね。うん、僕ね、ある時にね、憲法問題の部分でね。会長っていう人いるんで、責任者、はい、それと現実的にはね、まあ私その会長いう人も知ってますけど、ほんでね、本当にね、あれほとんど船田さんがねまとめてたと思う。いやいやいや、そんなことないです。立派ですよ、うん、それとね、縁の下の力持ちでも嫌がらんとできる人、はい、それあの2世3世の中ではね、珍しい人です。いやいや、2世3世ってね、出たがり多いんですよ。あ、そうですね、うん、恥ずかしがりなんです。なるほど、なるほど。根回しはね、結構好きなの。あ、根回し好きなんですか。あの、縁の下でね、はい、ごそごそしてるのが好き。ちょっとどうなんですか、根回しを、はい、俺は得意やと気づいたいつ頃なんですか、選挙出て。根回しが得意だった、あ、それはあれです、枝野とやった時よ。ああ、なるほど、なるほど。枝野氏が、なるほど、憲法の、はいはいはい、当時の民主党の責任者、はいはいはい、で私はあの自民党の責任者のナンバー2だった、はいはいはい、でナンバー1があまり動かないので、はいはい、お前に任せると、なるほど、言って私と枝野で憲法改正、はいはいはい、国民投票、はいはいはい、その法律を作っちゃったんですからね。なるほど、あれは良かったですね。なるほど、はい、やっぱりあの私がもっとね、自分がこう俺が俺がとかあったらね、多分まとまらなかったと思います、ね、なるほど、なるほど。で枝野さんはどっちかというと俺が俺がですから、そうです、そうですね、で私ははいはいって言って、なるほど、なるほど、もう大いに妥協しちゃって、なるほど、なるほど、後で自民党で怒られましたけど、ね。この辺がチャーミング、いやでも数字は曲げなかった、そりゃそうですよね、肝心なところは曲げなかった、そう、ね、結果それが法制化されたんですよね、されたんですよ、はい、それはすごいですね、まあ、ちょっと強行に未採決になっちゃったけどね、はいはい、そやけどそれをね、言わないでしょ、う
そうです。さ世間の人は憲法問題はっていうの分からないの、船橋さんがやったっていうの、うん、私はまあ割と身近にいたからずっと関わってはったも知ってるしね、さ僕ね、あの学者の問題でね、あの味噌すりましたよね、私たちが呼んだ参考人が、そうです、あのあれ自民党が出して審議をしている途中で、我々が読んだ参考人が憲法違反だって言っちゃって、誰もそうやって船田さんが読んだみたいに世間の人は思ってるけど、あれは役人が根回したを船田さんが承認したという形ですよね、うん、まあ結果的にそうなっちゃったんです ね、 そうね、そういう面ちょっと残念でした、あれはもったいないですね、あれもしかなかったら未だに船田さんが中央にいたはんね、憲法の、もう憲法の初期からずっとあれですもんね、船さん関わってやってはるから、そうです、中山太郎先生が始めた頃からずっと一緒でしたから、そうですね、はい、もう20年近くやってました、そうですわね、太郎先生今もあるでしょ、お元気です、せやど、歩くの振動と、ちょっと外出るのはなかなか、東京になかなか来られませんですね、全然ね、もう最近ロイヤルホテルでも見ませんから、常連だったですからね、いや、もともとヘルスのメンバーやから、そうか、だからしょっちゅう裸で喋ってましたから、そうか、裸の付き合いなんか喫茶店での話みたいになってきましたけど、いや、裸の付き合いの人多いんですよなるほど、さ、あのお二人の、その学校とかですね、それとかその、まあ、大学も高校も含めて、どんな時代やったんですか、宇都宮のあの辺は、年齢はいくつ離れてますか、私昭和23年22年組ですから、28だから6つ違い、まあ、だいぶ違いますね、やっぱり世代は変わってると思います、私のところはもうベビーブーム、第一次のベビーブームですから、どこ行ってもこう満員っていう感じですね、あの我々と次と次3世代がものすごく人数多いですね、240万人前後ですから、今100万人いないわけでしょ、まあそういうことですね、だから今のね、小学校1年生の3倍ぐらい、3倍近かったでしょう ね、 多分なるほど、とにかくね、競争でずっと育ってきた、なるほど、ね、世代ですよね、我々の世代は、はい、なるほど、でそこから6年後ですからポストベビーブーマーなので、なるほど、ベビーブーマーの皆さんの時の熱はなかったし、競争もなかったし、なるほど、先生方もあのいっぱいの子供を教えて疲れちゃってたから、なるほど、我々が入った時はなるほどなるほど疲れて、なるほどなるほど、無力感の学校だったみたいな、なるほど、なんかおとなしかったですね、なるほど、ただ2人ともね、宇都宮から慶応に行かれました、はい、で船田さんはやっぱり東京の、今の青山におられたんですか、まあ行ったり来たりしてましたけれど、大学の時は青山にやっぱりあのおじいちゃんが住んでいたので、そこに曲がりしてた、なるほどなるほど、で総大学はどうしてました、私は下宿ですから、どの辺に下宿してました、駒場東大、駒場、東大に入れなかったんで、毎日東大を見ながらなるほど学校へ行って通ってたそういう人なんていうかしてます、そういう人またすごい素晴らしいこと言うんですよ、いやいやあの東大も得らしいなるほど、うまいですねあの中華料理屋よく行ってたんですけど、そこも東大郎って、ね、総大学負けてないの、若気本当ですね、この感じで、その先輩を追い抜いて、イオンでアコマネだ、大したもん、いや上がいなかったですね、上がで我々の先輩ってね、そう合併会社だし、ほとんどいないんですよ、10人ぐらいしか大学卒業生、なるほど、ね、大学卒業生当時そうですよねそうスーパーにね、当時ですよ、50年前ですから、入る人はそんないなかったです、ましてほら、大学出た人もいてへんけど、当時慶応の経済出てね、こんな小さなジャスコに入る人なんかいませんねまあね、こんなちっちゃいんじゃなくて、これラジオだから、ね、見えないんですけどこんなちっちゃいって言ってほしいんですけどね両手を広げて、そう両手広げて、こんなちっちゃいって、ただどうなんですか、その自分の生まれ故郷で、そして自分の学び屋で、その
大学も一緒やと。その人がやっぱり宇都宮の中心の政治を仕切ってる。でそれどういう印象なんですか。私はね、船田はじめ先生よりもやっぱり船田中先生のイメージがすごく強いですね。なるほどなるほど。で私が会社入って数年後に、なるほど、確か全教連ビルに事務所構えてたと思うんですよ、はい、東京の平川町にありました、はい、そこに何度かお尋ねしたことがあるんですよ、船田中先生自体、はい、そうなんですね、はい、であの共同人間にとってはあのイメージがすごく強いですね。なるほど、はい、その後あのゆずる先生とか、なるほどなるほど、お父様が出るんですけど、はい、やっぱり中さんのイメージが強い。そこから覚醒遺伝的に飛ぶんですよね。覚醒遺伝、いや覚醒遺伝みたいなもんで、なるほど、お父様はやっぱり知事のイメージが強いんですね。栃木県の知事をやってたんですね。知事のイメージが強く、うんうん、強いっていうこと。だから国会は、うん、あの私の祖父から私が、はい、一台置いてすぐ直接、ね、後継者になっちゃったわけですね、はい、ですから我々にとっての船田というブランドは、うん、はい、やっぱり政治家なんですね。そうですよね。だからもうおじい様の代から船田さんって選挙強かったし、はい、でやっぱりあの支持者が多いんですよね、はい、いや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 、それはね草の根的にこう、あの多分こう組織を作られたからだと思うんですよね。だからやっぱり船田職が非常に強い。そうですね、その船田家ってすごいと思ったのはある時に海老沢会長が私と船田さん仲いいのを知って、はい、高橋さんになって、お父さんもお母さんも本当に人格者やと、うん、あの海老沢会長が褒めるんですよ。いやいや、それはやっぱお父さんっていう人もすごくジェントルな方だったんでしょうね。それからその地位をやっぱり船田さんは引いてるんですよ。いや、もう両方の悪いとこばっかり私受けてますから。だからね、そういう面ではね、ちょうど今ええー、とこで話が終わりかけてるんで、はい、来週に、はい、海老沢会長の下りのところで、はい、分かりました、船田家がどうか、はい、そしてもっと船田さんと相談役の成り初めも含めて掘り下げましょう、はい、楽しみでございます。はい、お願いします。ぜひ皆様来週も楽しみになさってください。お相手は高橋真也と新藤森信と寺澤奈々子と船田はじめと林直樹でございました。